さん、おはようございます。さあ、みんなも今日は元気ですか？あー、よかった。眠たいってお友達はいないですか？何人かいますね。はい、では、でも元気だという人。はい。今日も白い音からのお友達。はい。あー、よかったです。Good morning. Good morning. Wow, it's so nice to be here with you today. あー、みんなと今朝も、一緒にこうやって礼拝をができて嬉しいです。神様、献金たくさんしてくださってありがとうございます。あのね、It's a beautiful day. 今日は美しい日ですね。いい日ですね。It was raining yesterday. 昨日は雨が降ってました。Oh yeah, and today it's a sunny day. It's a sunny day. そうです。今日は晴れです。Well, anyway, you know, the Bible is a very important book. さあ、これは聖書なんですけど、聖書はとっても大切な本ですね。And, you know, so...You know, when we read the Bible, we can understand all kinds of things. 聖書を読むとね、もうたくさんのいろんなことが書かれていて、いろんなことを知ることができるんです。And so I want to give it to my friends sometimes. だからこの聖書をね、いつも誰かのお友達にあげたいなっていつも思うんですけど。So I'm going to give it to my friends. 私の友達にあげたいと思うんです。はい、どうぞ。あれ、落っことしたよ。大切なのにね、落っことしたよ。落っことさないでくれる？はい、ちょっと、きちんと手に渡してくれるかな、ここ。どうしてくれるなら、あれ、また落ちた。あげようと思ってるけど、なんで落としてるの？落としてない、なんか自然に、手にきちんと入ってないと下に落っこっちゃってるんだけど、なんかね、だから取るのよ。そう、取るんだけど、取ろうと思って、ちょっと、はい、取ってよ。ちょっと、ちゃんと、もうちょっと、ちゃんと置いてる。きちんと置いてる。はい、取ってる。あっ、もうこの手、なんで落としてるの？だって、自然に、いいし、こっちに行ってくれてもいいんだけど、下に、だって下に落っこっちゃうんだもん、なんか。なんかじゃあ上に行ってくれる？上に。なんで落としてるの？上に行ったら行かれるかも。上に。ちゃんと、ちゃんとここに置くから、これ。だから下に行かないようにしてくれる？上に行ってくれる？上。じゃあこの辺でやればいい。びっくりした。上の方。ここに置くから。オッケー、オッケー。置くの、そこに。ここに置くから。そこに置くの。取ってよ、そこで。行くの。はい。そこに置くの。早すぎるよ。だって なんかこれ早すぎる、うん、下に行っちゃうんだもん。なんでなんか引っ張ってるの？なんか引っ張られてんじゃないの？火を吸ってないけど、なんでよ。なんでだろうね。ちゃんと取ってやって、ちゃんとやってる、こっち側よ。私もやってんだけど、うん、早すぎるって。みんなで、あのね、知ってる？教えてあげようか。あのね、不思議でしょ。これは、そうそう、聖書を落としたら大切だから空っぽなんだけど、あ、落とした。空っぽなんだけどね。でもね、みんな不思議だよね。これさ、落としたら、こうやって手離したら、上行く？手を落としたら、このままでなるよ。このままこのままでずっと動いてると思う。ここやると何もちゃんとなってるよ。やってごらん。よし、手乗せ。落ってるよ。やってんの？いつもこの辺で浮かんでるよ。浮かんでないよ。浮かんでるよ。浮かばないんだっていうのは。浮かぶねえ。もう俺もできるよ。できるの？じゃあやってごらん。できるんだって。浮かばせるの？落ちるわけもないや。じゃあやってごらん。どうやるの？服脱がなくてもいいから。あ、自分浮かんでんの、それで。ズボン浮かんでるつもり？まだだよ。まだか。おし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 。そっちの足だと浮かぶの？一斉のぜ。はい。浮かんでるでしょ？全然浮かんでないよ。足ついてるよ、足。もう一つ忘れてる。もう一つの足忘れてるよ。
もう一つの足もね、浮かんでね、一斉のせ、はい。全然浮かんでないよね。全然浮かばないよ。やめといた方がいいよ。みんな笑うから、ちょっと笑わないで。真剣になってきたよ、ほら。どう？ちょっと見るから、だから足が恥ずかしいから。あ、足が恥ずかしいんだって。足が恥ずかしくて浮かばないんだって。だ大丈夫？あの、ちょっと壊さないでね。何で壊さない？え？ほらほらほら、浮かんでる？あ、すごい浮かんでる！え、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 どうぞ。ただここに座ってただけじゃんだよね。うん、違うよ。それ浮かぶって言わないんだよ。でもなんで？なんで落ちるの？お、どうして物はかな、おこと、ポンって手を離すとみんな下に落っこっちゃうでしょ？なんか見えないかな。そう。あのね、教えてあげようか。あの学校に行くとね、勉強するんだけど、神様がわざわざそういう風に作ってくれて、地球のね、地球のこの真ん中にね、力があって、みんなね、下に引っ張られるようなそういう力がある。だから私たちも浮かばないで、ほら、足必ず足に土にくっついてるでしょ、地面に。ほら、ちょっとこうやってやろうとしたって、ほら、下に行っちゃうでしょ。みんな物落としたものはみんな上じゃなくて下に行くよね。そうだよね。うん。なぜかね、そういう見えない力が働いてるわけ。だからみんなもほらほら飛んでないで、しっかりとほら地面に足ついてる。何かリンゴ落としたら上に行く、下に行く？下。みんな下に行くよね。鉛筆落っことしたら下に行く、上に行く？下行く。うん。不思議にそういう見えない力っていうのが働いてるわけ。そしてね、教えてあげようか。なんか読んだことあるね。うん、聖書の中にそういうことも書いてあるんだけどね、見えないものっていうのはね、とっても大切なの。みんなね、大切なものは何だと思う？ある人は言いました、あー、お金が大切だとか、ある人は言いました、大きなお城みたいな家が大切だとか、ある人が言いました、かっこいい車をブル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 って乗ったらかっこよくてそれが大切だって。でもね、見えるそういうものも大切だけれども、もっと見えない、あ、もっと大切なものっていうのは実は見えないんです。ほら、これ落としたら下に行く力っていうのも見えないでしょ。でもその力がなかったらみんなふわ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 飛んじゃうでしょ。物もみんなふわ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 飛んじゃって大変だよね。見えないんだけれども、それは大切なもの。さあ、見えないものでもっと大切なものなんだ。聖書、え、聖書も大切。聖書は見えるね。みんなが読めるように。見えないの話してくれる。そうね。さあ、でも見えない。さあ、みんな今何、空気吸ってる？吸ってない？大変だ。空気吸ってないよ。みんな一緒に吸って、空気吸って、吐いて、もう一回吸って、はい、吐いて。ほら、みんな空気吸ってるから生きてるんでしょ。これ空気さ、吸えなかったら、10秒でも吸えなかったらみんな死んじゃうよ。大変だよ。でもここ空気見えないけど、みんな空気がある。見えないのけれども、空気がなかったらみんな死んじゃうんだよ。そうでしょ。見えないものっていうのはとっても大切なの。さあ、見えないもので一番大切なお方は神様。神様って見えないんだよね。さあ、この見えない神様がこの天と地全部を作ってくださったって書いてあります。 In fact, the Bible says that the world and everything was made by him who we cannot see. さあ、そしてこの天と地、みんなもお花も木も山も鳥も動物もワンちゃんも魚も鳥もみんな神様が作ってくださったって聖書は書いてあるんです。その神様は、私は神様だって見える神様ではないんです。だって神様だからね。見えちゃったら限界があるでしょ。でもね、この聖書という言葉を私たちにくださったんです。
And so when we read this Bible, we can understand who made everything and who loves us. さあ、この聖書を読むときに、誰が僕たち私たちを作ってくれて、誰が僕たち私たちを本当に愛してくれてるかっていうのが分かるんです。And we can see that sometimes we have a dirty black heart, but it also says that God will give us a new white heart.そして聖書の中には僕たち私たちの心は時々黒くなっちゃうけれども、でも神様が白いお心に変えてくださるって書いてあるんです。 So remember, today, when you hand something to somebody, さあだから今日みんながお友達に何かを手渡すとき、 use both hands. 両方の手を使ってくださいね。どうぞ。ありがとうございます。ああ、怒っちゃかった、よかった。And remember, when you pray to God, use both hands. さあ、そしてみんながお祈りするときも両手を合わせて、両手を使って神様になってくださいね。そしてイエス様のお名前によってお祈りしますとお祈りしてください。Thank you.はい、だからみんな覚えてくださいね。見えないものっていうのは見えるものよりも大切。見えないもので大切なものは空気も見えないね、でも大切だね。命も見えないね、でも大切だね。うん、神様も見えないけども大切だよね。それを今日は覚えてください。バイバイ。メドローさん、どうもありがとうございました。賛美歌、子供を招く。Oh, hello.